ということでこちら来ました激辛味噌ラーメン3辛でございます。見てくださいこれ、すごい辛さです。お腹痛くてコンビニお金あげるいいですか。どうも激辛ジョニーです。今日も皆さん火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということでね、今宵も武者修行していこうかなと思うんですけれども、この企画はですね、私激辛ジョニーがさらなる高みを目指して、激辛料理を食べて激辛レベルをアップしていこうという企画でございます。というわけで本日も東京芝にあります激辛商店街激辛ストリートにいます。この企画始まって、本日で、3店舗目になるんですけれども、今日が一番の強敵ではないかなという匂いが漂っております。今日のはねだいぶ辛そうです。テレビでも紹介された町中華のお店なんですけれども、挑戦された方、食べると動けなくなったりとか腹痛でちょっとダウンしてしまうと、グロッキー状態になるので初めての方にはお出ししてませんということを言われたんですけども、まあ私激辛ジョニーですから、そこはね、大丈夫ですとやらせてくださいということでね、本日この激辛料理に挑戦するに至った次第でございます。本日のお店がこちらです。どう中国山間生駒県でございます。あれ生駒県なんか聞いたことあるぞみたいな言う方が思うかもしれないんですけども、激辛商店街で有名な生駒県もう1店舗あるんですけれども、ここから徒歩3分ぐらいの西王子生駒県っていう、まあ、激辛タンメン屋さんが有名なあるんですけど、まあ、ちょっとその店舗ではないです。兄弟みたいな関係ですね。歴史と伝統のある元祖町中華に激辛料理があります。今日はねそれを早速食べていきたいと思います。レッツゴー。昭和6年麻布に誕生した一軒の中華料理店がのれん分け制度とともに歴史の舞台に躍り出ました。その名は生駒軒。戦前戦後の激動の時代を駆け抜け、全盛期には120店舗以上出店し、町中華の代表として名を馳せました。こちらではギネスに登録された世界一辛い唐辛子ブートジョロキアが辛さの主役を務め、挑戦者を待ち受けています。私が注文したのは激辛味噌ラーメン3辛。味噌ベースのスープにネギ、もやし、わかめ、豚肉が絶妙に調和し、中華麺のような縮れ麺が使用されています。辛さは3段階から選択可能で、1辛ごとにブートジョロキアの粉末がスプーン1杯ずつ追加されます。町中華の風情とスリリングな辛さを両方楽しみたい方に捧げる、舌と心を刺激する食の物語がここに始まる。ということでこちら来ました激辛味噌ラーメン3辛でございます。見てくださいこれ、すごい辛さです。このてっぺんにかかってるのがギネスに登録された、ブートジョロキア、結構入れてましたね。これはものすごく辛そうですけれども、ちょっとねもう香りがもうやばそうですね。武者修行ですから頑張って食べていきたいと思います。トレーニングですから、一応ね15分以内の完食を目指して食べていきたいかなと思います。いただきます。さあ激辛味噌ラーメン3からお手並み拝見ですよ。ところでまずはちょっとスープからいきましょう。いただきます。ジョロキアの部分が混ざってないんで、まだ普通に美味しいですね味噌ラーメン。
よし、全部ジョロキュー混ぜましょう。スープはしんどいな、口が痛い。生駒軒を思い出しましたね。あっちの生駒軒はもう潰れちゃいましたけれども、あの辛さはしっかりとここに引き継がれてます。じゃあもう心決めて行こう行こう行こう。これね、行くぞ。褒めてね、これ飲んだら褒めてください。いっぱい褒めて。これめちゃくちゃ辛いから、これ。いけるいける。ごちそうさまでした。1000円あげるんで、あの牛乳とかヨーグルト買ってきてくれないですか。久しぶりにこんなカレーを食べましたね。うわー、喉が痛い。辛さレベル9です。食べる前と後にね、しっかりと牛乳を飲んでください。こんな感じでね、激辛武者修行していきますんで、次回もお楽しみに。ごちそうさまでした。うわっ。